ジーゲン・ビトゲンシュタイン軍は、ドイツ連邦共和国、ノルトライン・ベストファーレン州南東部の軍で、ベストファーレンの最も南に位置している。本軍は、アルンソベルク行政管区に属しており、ベストファーレン・ディッペ地域連合に加盟している。軍長所在地はジーゲンである。この軍は、1975年1月1日に、ジーゲン軍とビトゲンシュタイン軍の権利継承者として、成立した。 ジーゲンウィトゲンシュタイン軍の地形図、ジーゲンウィトゲンシュタイン軍は、北はロタール山地、南はベスターバルトを境界としている。軍域の東部は自然の境界がないまま北へセン地方に続いている。主要な河川は西部のジーク川、東部のラーン川及びエーダー川である。軍域全体が上一理概念であるラインシーファー山地に属している。本群は 北西に隣接するザウアーラントと同様に中引く山地風の性格を呈している。本軍はドイツで最も森林の豊かな軍である。全面積の71%を森林が占めている。これは森林調査によって確認されたもので、推定値よりもかなり大きかった。合計8万ヘクタールの森が軍内に存在する。このうち57%が自然林である。 ロタール山地内、エーダーコプフ西側のエーダー川水源近くに地理上のジーゲンビトゲンシュタイン群の中心点がある。大きな多くの木の近くの巨石によってここが群の中心であることが示されている。その情報版には以下のように記されているジーゲンビトゲンシュタイン群の中心点。2008年7月18日にラジオ人間のリスナーによって突き止められた。 この場所から約1,150メートル南西のロッタールシュタイクソイの高度592.9メートルの地点に方円堂と旧営林所がある。この建物は現在山小屋県森のインフォメーションセンターとして利用されている。ジーゲンウィトゲンシュタイン軍は北西から時計回りに以下の軍と境を接しているオルペ軍及びホーホザウアーラント軍、バルデック・フランケンベルク軍、 マールブルクビーデンコップフ軍、ラーンデル軍、ベスターバルト軍、アルテンキルヒエン軍。ジーゲン・ウィトゲンシュタイン軍は、ザウアーラント、パーダーボルンポーに基づき、1975年1月1日に、バート・ベルレブルク、ブールバッハ、エルンテブリュック、フロイデンベルク、ヒルヒエンバッハ、クロイツタール、ラースフェ、ネトフェン、ノイキルヒエン、ジーゲン、ビルンスドルフで構成された。 それまでの権利所有者、ジーゲン軍とビトゲンシュタイン軍は廃止された。合併後の名称に、旧軍名のジーゲン軍がそのまま一方的に用いられることに対して、ビトゲンシュタイン地方の住民から不満が述べられたことにより、1984年1月1日に、ジーゲン・ビトゲンシュタイン軍と改名された。ジーゲン軍の地域にはすでに紀元前から、ケルト人が住み着いていた。 早くも約2500年前には豊富な鉄鉱石を基盤として集中的に再興、製鉄業が営まれていた。この時代のケルト文明の西ヨーロッパではジーガーラントは大変重要な場所であった。精錬には火力燃料として大量の木材が必要であった。考古学研究によれば、この地域は森のランバーズによって紀元100年から800年頃までの間に、 過疎化していった。カール大帝の時代に、フランク人が、現在のジーガーラントに入植した。この頃から、ハイガー、ディレンブルク地方の諸公がこの地を支配した。この領主家は、後のルクセンブルク及び、オランダの支配者と密接な関係にあった。沈黙港ビルヘルムは、スペインの支配からオランダを解放するために、ヒルヒエンマッハ近郊のギンスブルクに兵を集めた。 ジーガーラントは中世の間マインツ戦帝国に属し、工業と鉄生産の地として大いなる重要性を再び獲得した。鉄の生産は1960年代まで営まれていた。ジーゲンバイスバイトの南ベストファーレント区思などの150年を超える古い鉄工業者が現在も生産を行っている。ジーガーラントの方言は言語学者によれば、 モーゼル・フランクの北東部方言である。現在、ジー・ガーラントが属すベスト・ファーレン地方との文化的なつながりは限定的である。オルペ軍とジー・ゲン・ビトゲンシュタイン軍との境界の森の中にフランク人とザクセン人の防衛拠点が認められている。ビトゲンシュタインの方言は、ジー・ガーラント方言とは、対照的にオーバーヘッセン地方の言語領域に属している。 ビトゲンシュタイナーラントは中世後期から近世にかけてビトゲンシュタイン博の一部で最終的にはザインビトゲンシュタイン家とザインビトゲンシュタインホーエンシュタイン家に分割されたその後1806年にはヘッセンダルムシタット公領となった領領域の住民たちはかつての領主に引き続き税を納めながら新たな領主であるヘッセンダルムシタット家にも 税を支払わなければならなくなった。これはすでに経済的に恵まれない住民のさらなる貧困化を招いた。プロイセン王国によるこの地方の併合後、ジーガーラントとビトゲンシュタインはニーガーライン州のコブレンツ県に属した。ルートビヒホンビン家による新制度化でこの軍はベストファーレン州アルンスベルク県に再編された。 ジーゲンビトゲンシュタイン軍庁舎2014年5月25日の軍議会選挙により54議席の軍議会は以下の政党に分配された。軍長はアンドレアスミュラーである。彼は2014年6月15日の決選投票で約59.48%の票を獲得して当時現職のパウル・ブロイヤーに勝利した。ジーゲンビトゲンシュタイン軍の過去の軍長は以下の通り、 上級軍事務総長1975年に設立されたジーゲンビトゲンシュタイン軍のために紋章が制作された。当初は新しい軍と同盟であった旧ジーゲン軍の紋章が転用された。ジーゲンビトゲンシュタイン軍に改名された後、向かって右半分に旧ビトゲンシュタイン軍の紋章の字色が採用され、銀字に高内刀とナイフが黒で描かれた。 1999年10月1日以降有効となった現在の紋章は向かって右にはナッサウの獅子が描かれている。向かって右は1975年にすでに行われた軍域再編で編入されたビトゲンシュタイン軍の紋章が取り込まれた。下部には工業のシンボルとして校内刀と林業のシンボルとしてナイフがジーク軍の紋章から採用された。 オーベレス・シュロス・ジー・ゲンのオーベレス・シュロス・ジークベルクの山城オーベレス・シュロスは1259年に初めて文献に記録されており中世にはナッサウ家の一族の首相であった1905年からここにはジークラント博物館が入居しているここには観光用行動などの地域史を語るものの他に数多くの絵画も収蔵されているその重点は ジーゲンの最も有名な出身者であるベテル、パウル・ルーベンスの作品に置かれている。さらにナッサウ及びオラニエ家の膨大な肖像画コレクションがある。奥海は19世紀の住居文化に充てられている。ジーガーラントのキッチン、ビーダーマイヤー時代の寝室や数多くの家具が、この地域の生活を彷彿とさせる。ウンテレス・シュロス人間のウンテレス・シュロス17世紀末に、 現在の開放的で正方形に近い形の建築様式による運転レス、シュロスが建設された。ナッサウジーゲン家の福音主義家系はここに住んだ。金を有する立家党もこの上官に付属している。ジーゲン氏は1959年に戦争と暴力による犠牲者のための記念碑を建立した。この上官内にはナッサー豪華福音主義系の描写もある。 2010年代までこの上官は地域の役所として使われており、上官内に人間労働裁判所、ノルトベストファーレン州不動産管理局、州の人間環境局、労働基準監督署、アッテンドルン刑務所、人間文書が入居していた。やがて敷地の大部分は人間大学のキャンパスとして利用されるようになった。必要とされる改修工事が完了した近年ますます。 こうした利用が拡大している。ギンスブルク・ギンスブルク・ヒル・ヒエンマフハ市内の高台に位置するギンスブルク城は1255年にナスサウの国境防衛のために建設された。1568年にビルヘルム一世がこの城でオランダ解放の計画を立案し最終の行軍準備を行ったことで歴史上重要な城である。ギンスブルクの野原は ナッサウハクルートビヒが率いる第三軍団の集合地点であった。すなわち、ギンスブルク、ヒーテはヒルヒエンバッハがオランダ解放闘争の出発点であった。現在は復元されたベルクフリートだけが完全な形で存在しており、他の施設は遺跡の形になっている。ベルレブルク城、バートベルレブルク城ベルレブルク城は13世紀に山城として建設された。 1258年3月30日に、この上官は、ジークフリート一世博と修道院管罪人、アドルフ一世イフォン・グラーフシャフトに異常された。ビデキントフォン・グラーフシャフトによるベルレブルクの二重支配は、1332年に、彼がこの町に対する自らの権利を、ビトゲンシュタイン博ジークフリート二世に対して放棄した、ことで終結した。その後、 この最後のビトゲンシュタイン博家当主が断絶し、娘婿のザレンティン・フォンザインがその医療を相続した。彼はザインビトゲンシュタイン家を創設した。1555年から1557年まで3階建ての上官北翼が増築された。1585年には楼門が建設された。カジビール博東地時代の1731年から1733年に4階建ての 中、翼が建設された。この建物は1902年に再度改築された。1732年から1739年まで、ユリウスルートビヒロートバイルの設計に基づいて、ベルレブルク上館のコールド路地が建造された。フリードリ・ヒホン・ティーレシュは1912年の改築の、際に側面に並ぶ塔を増築し、階段室を改造した。この上館は、 現在、一族の所有物である。ビトゲンシュタイン城1187年に、ビデキン・リヒシュタインという城塞が記録されている。バッテン、ベルク家は、この城塞施設によって、ラーン、川上流域のビトゲンシュタイナー・ラントに対する影響力を保持していた。1238年、ビデキンと一世の息子たちによって、バッテン、ベルク家はバッテン、 ベルク系とビトゲンシュタイン系に分裂した。ビトゲンシュタイン城とラースフェシは、ジークフリート一世のものとなり、彼はこれ以後ビトゲンシュタイン博を称する。1359年に、ビトゲンシュタイン家の男系が断絶した後、ザインビトゲンシュタイン家がこの城を相続した。30年戦争の間、1634年に、占領され大きな損害を被ったが、修復された。 その後、シュバルゼナウ城に移り、城内には寄宿舎付き学校の寮が設けられた。1960年代に、ビトゲンシュタイン城はギムナジウムに転用された。城間の変則的な山翼構造は、全長約125メートルに達する。この建物はいくつもの建築部分によって構成されており、統一した建築様式を示してはいない。建物の多くの部分は、 ルネサンス様式とバロック様式に分類される。ケッペル修道院、ケッペル修道院ヒルヒエンバッハーレンバッハ近郊の旧プレモンストラート修道会、ケッペル女子修道院はジーガーラントで最も重要なバロックの宝の一つである。特に注目すべきはバロック様式の長度を持つロマネスクイコールモシック様式の修道院教会、ノイエハウス、集会ホール、 小さな修道院博物館である。ケッペルは1239年以前にフリードリ・ヒホンハイによって創設され、ナッサ・オラニエ博、高家や後にはプロイセン王家の秘護のもとに存続した。宗教改革後ケッペルは女学校を有する貴族女性の婦人財団となり、後にオーバー・リ・テェウム及び女教師セミナーとなった。現在のケッペル修道院は、 交流館やゲストハウス、小さな博物館を有するギムナジウムとなっている。ブランテンバッハタールゼキヒルヒエンバッハダールブルフとヒルヒエンバッハアレンバッハとの間にブライテンバッハタールゼキがある。その石戸メコはジーガーラントに水を供給している。ここは多くのハイキング路が整備されている。マルティン協会ネト編のマルティン協会は13世紀のハレンキルヒエである。 日没時から夜間にはロマネスク様式の境界塔がライトアップされる。オーバーナウタール席ネットフェンブラウアースドルフのオーバーナウタール席は1500万立方メートルの貯水量を持つジーバーラント最大の飲料水貯水池である。谷の園庭の周囲を完全に巡回する全長約9.6キロメートルの実用道路は遊歩道としても利用されている。高台には 紀元前500年以降のラテーヌ時代の避難状祭で、祭祀場であったアルテンベルクをいただいている。毎年12月31日には、ここで、市民マラソン大会が開催される。ハインヒエンジョーネットフェンハインヒエンには復元された水木、ハインヒエンジョーがある。ビーゼントビルトニス、バートベルレーブルク近郊をビーゼントビルトニスに、ドイツでは何千年も前に絶滅した。 野生のヨーロッパバイソンの軍がいる。この種の保存プロジェクトは、ドイツ全土でもユニークな試みである。ジーゲン・ウィトゲンシュタイン軍のクルトゥール、ビューロは、毎年精霊降臨祭に、ヒルヒエンバッハ近郊のギルラーで、カルチャーフェスティバル、クルトゥールプールを開催している。ヒルヒエンバッハに、 本拠地を置く南ベスト・ファー・レンフィル・ハーモニーは50年前からこの地域のみならず国外でもクラシック、音楽愛好家を楽しませている。2006年から2007年にかけてこのオーケストラは中国で客演した。主席指揮者のチャールズ・オリビエ・マンローが率いる。このオーケストラはその多彩なレパートリーで聴衆を驚かせている。ディルダップも1982年以来、 ジーゲン・ビィトゲンシュタインの文化シーンに、格好たる地位を築いている。ジーガーラント空港航空、ブールバッハ近郊のリッパー兵に、ジーガーラント空港がある。また、デュッセルドルフ、ドルトムーンとフランクフルトアムマイン、ケルンの空港を介して、世界的な航空路が展開されている。鉄道、バスジーゲン・ビィトゲンシュタイン群は、以下の6つの鉄道路線で結ばれている。 すべての公共旅客交通はベストファーレン南交通会社の運賃及び NRW 運賃の運賃領域越境料金が適用される。本軍自身も交通会社 G ーゲンウィトゲンシュタイング運営鉄道を運営している。G ーゲンバイデナウには工業企業が利用するためのネットフェンまでの路線が存在している。ネットフェンからさらにドイツや ベルテンバッハまでの路線は2004年に完全に廃止された。2009年には廃線となった路線のレールや枕木が完全に撤去された。廃止された鉄道路線はこの他に、軍北部のバートベルレブルクからハッツフェルトを経由して、フランケンベルクに至る路線及びエルンテブリュックからキルヒフ,フンデムに至る路線、軍西部のオルペからフロイデンベルクを経由して、 ベッツドルフに至る路線がある。道路ジーゲン・ウィトゲンシュタイン群は以下のアウトバーンによって結ばれている。接続道路 AS28 号線の弁電とクロイツタールとの間に A4 号線が新たに建設された。この道路はクロイツタールのクロムバッハ地区の高台ではヒュッテンタール街道を経由している。この 12km の区間には8つの谷を越える橋と10の立体交差がある。 軍域北部を通って、ヘッセン州、バートヘルスフェルト近郊で A4 号線につながる A4 号線延長工事は、賛否が分かれているが、2004年に発行した連邦交通計画に組み込まれておらず、計画から外されている。ジーガーランとの水供給は、ジーゲン・ウィトゲンシュタイン水利連合が担っている。この団体は、全長 306km の上水道を維持管理、している。 水道管の直径は100ミリメートルから800ミリメートルである。訓内には27カ所のポンプ場があり、24カ所の高架水槽に5万4000立方メートルの水が保持されている。こうした高架水槽の一つが、例えばジーゲンのビュルバッハーコップフである。アイザンフェルダー通りの地下水種水場、ピュッツホルンはポンプ場の一つである。 校舎は1939年から1940年に建造され、建築費用は25万ライヒスマルクであった。オーバーナウタール席とブライテンバッハタール席も水供給システムの一つに数えられる。軍内にはいくつかの風力発電所がある。出力24メガワットのヘッセルバッハ、風力発電所、ヒルヒエンバッハ市民風力発電所、カルトアイヒエ、 レールスベルク風力発電所、バイゼンベルク北風力発電所、オスターホルツ風力発電所などである。旧人ン軍の経済は、紀元前600年にまで遡る製鉄業と鉄化工業に支えられている。一方、旧ビトゲンシュタイン軍地域では、林業と温泉業が主要な産業である。さらにジーガーラントでは、自動車付属品の製造販売や、全国的に知られるを含む、 ビール醸造業が重要である。校舎には、ドイツ最大の民間ビール醸造業者、クロムバッヒャーブラウエライが含まれる。ジーゲン・ビトゲンシュタイン軍は11市町村からなる。このうち2市が中規模軍所属し、ジーゲンが大規模軍所属市である。ビトゲンシュタイナーラントに属すエルンテブリック及び2つの、温泉地、バート・ベルレブルクとバトラースフェは、ビトゲンシュタイン軍から、ジーガーラントに属す。 その他の市町村は人間軍から本軍に編入された。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。